ませんけどね。まあ、大雑把なところの話ですよ。で、改めて、ちょっと録画を廃止しました、ユーストの方ですね。あれでも、動いてないかな。動いてるかな。ちょっとユーストの方、動いてるか確認中です。あ、大丈夫ですね。まあ、あの女見てる人はいないかな。で、まあ、あくまで、あ、なんだろう、自分のメモ代わりっていうところもありますけどね。別に、あえて表明することじゃないですし。ただ、とっつきやすい話題かなと思って拾ってるだけなんですけど。個人的に再稼働も脱原発も反対なんですね。仕切り直しです。で、この二つの話って別なんですよ。で、再稼働に関しては、関西電力に限らずの話ですけど、ああ、まだやってんだ、これ、大井原発の話。まだやってるみたいですね。ちょっと映しましょうか。何人今これ。あ、でもこんなもんか。でも結構多いですね。まあよくわかりませんけど。うん、まあよくわからないけども、どうせこれ中身ないだろ、ほとんどのやつら。まあいいんですけど。なんでかっていうと、今回の東電の事故っていうのはメンテナンス不足で起きたことです。だということはもうほぼ断言されていますよね。で、その中で、要するに技術自体の問題ではなくて、体制の問題だったわけですよ。今回のものは。で、今回事故を起こした原子炉もものすごい古い型のやつで、しかも保険は切れてるわ、メンテナンスには手をかけないわ。で、まあ、金儲け主義になって、で、あれを起こしちゃったわけですよね、脆くなって。で、他方で、じゃあ、あれが、全く必要ないかっていう、まあ、それが再稼働は反対というところですね。要するに、ちゃんとメンテナンスの体制をしっかり立て直してから動かすんだったら動かせって話ですよ。でも、それに関しても、じゃあ、なんだ、数年内、即刻できるようなものでは、間違いなくないだろうし、まあ数年はかかるんじゃないんですか、素人目に見ても。どう考えても、下手したら10年、20年かかる代物かもしれませんけど。で、そういうわけで反対なんですよ。再稼働に関しては。じゃあ、脱原発に関しても反対っていうのはどういうことかっていうと、まあエネルギー安全保障上の問題ですよね、簡単に言って。エネルギー安全保障。あれ、安全保障に直結するところですよね。技術的には、原子力発電と、原爆、原子力爆弾っていうのは全く別物だっていうのは、まあ、恩師からも聞いてたんですけども、じゃあ何が問題かっていう、言うと、あ、なんで、安全保障上大事かっていうと、やっぱり対外的に睨みを効かせるっていうのと、全部か、原子力を、すべて原子、火力に置き換えるっていうのは、果たして現実的かどうかっていうのは、僕はわかりません。で、おそらくは厳しいと思うんですよね。まあ、日本は石油が取れませんし、まあ、外から持ってくるしかないという、もうとてもシンプルな話。で、もう一つは、地熱とか代替エネルギー、風力とありますけども、拡大生産が、に向かないんですよね。あれは、経済成長していく上で。これも完全に代替できるようなものではないらしいぞっていうことはよく言われます。ということは、やはり日本にとって原子力っていうのは大事で、かつ、まあ、それなんで大事か、外国との対外的な、力関係から見ても、エネルギーで困って、そのエネルギーの生産の部分で原発をストイックに全部遮断して、まあ、自分で自分の首を絞めるようなことになってしまうので、基本的には全部止めるというのは非現実的だと思うんですよ。で、そういうわけで、まあ、必要になるだろうと
ただしですね、何回も言ったように、まあ根っこは同じですよ、再稼働と脱原発っていうのは。ただ短期で見てと、短期と長期で見てっていう話の違いでして、根っこは同じなんですが、とにかく、東電を全部解体するなり、国有化するなり、まあ東電はしましたが、しなきゃまずいですよね。で、これは公益事業の国営化っていうところでも少しお話ししましたが、金儲けありきでやっていい事業じゃないんですよ。こういう電力事業って。で、海外では、まあ、公益事業である数字です。つまり、こう、あの、政府の直轄か、あるいは少なくとも第三セクターとして扱うのは普通ですよね。ところが、日本の場合、完全に民営化してるじゃないですか。これもちょっとおかしいと。言ってしまえば、これも以前話しましたが、安全保障を民間に任すなんてことができるわけがないんですよ。例えば、まあ、こういう話です、結論化すれば。公益事業の民営化で、原発に関しても、あるいは電力会社を民間に任せる、電力事業を民間に任せるとは何事だっていう話は、今言ったように、エネルギー安全保障がもろに絡んでいます。で、安全保障、つまり対外的な力関係を維持するために原発は必要だってことを大雑把に申し上げましたけども、だからといって民間にですね、利潤追求目的のために任せていいのは代物であるはずがないんですよね。で、その結果、このメンテナンスのボロボロで繰り返しますが、東電も散々事故を起こしても謝罪どころか、とんずらこいてるわけじゃないですか。で、その部分でも、やっぱり、まあ、コストをちゃんとかけて、で、まあ、金になるかどうかっていう基準で運営していいものじゃないんですよ。で、わかりやすいアナロジーが、じゃあ、日本っていう国は、まあ、軍事力っていうものを、戦力の放棄って言ってましたけどね。まあ、今後絶対必要になってくるでしょう。じゃあ、日本の軍隊をつく、えー、軍事力を強化するために、じゃあ、軍隊を民間会社に任せればいい、軍事力を。なんていうバカはいませんよね。その傭兵部隊で全部任せるんだ、みたいなこと言うバカはいませんよ。それと全く同じ話ですよね。だから、なんだろうな。その東京電力、その他、まあ、ああいう電力事業が、民間に任せられる、任せちゃいけない、そこに切り込むべきだと。脱原発ということと、まあ、関西電力も東電も一応解体っていうところもすべきだっていう話は分かりますけど、それは国に任せるべきだと僕は思いますね。まあ、大雑把に見て、改めて、大井原発のデモを見て、そういうふうに思ったところですね。で、僕は首都圏の住まいなんで、万が一ですよ、不幸にも大井原発で事故が起きたとしても、風向きその他の関係から、まあ、食べ物に関してはもう、もしあそこでさらに事故が起きたら、とてもじゃないけど、そちらの産品を食べるってことにならないかもしれませんけど、少なくとも住環境として影響を受けるってことはないんですよ。でも、関西圏の人たちはどう考えてるんでしょうね。割と、昨日は、まあ、深夜で、デモか、なんだ、原発前のデモ活動の映像は5300人ぐらいの方が見てたみたいですけど、でもまあ、決して多い数字じゃないですよね。せいぜい、なんだ、6万人に1人ぐらいの確率。あ、違うか。違う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 。2万人に1人ぐらいの確率でしか見てないわけですからね。ああ、そんなもんの意識なんだ。まあ、僕はその蚊帳の外ですか。全然、まあ、極端なし、大阪県が、放射性の物質、あるいは放射能で、万が一汚染されても、直接関係ないですけどね。だからまあ、その辺はどうなのかなと思って見てましたけどね。まあ逆に、中高生なんかは、短期と長期で見て分けた判断とか、あるいは、まあ僕が普段から言っている、安全保障っていうものを考慮した判断をする。ということは、まあ、できてるのか分かりませんし、で、あとは、まあ、情報が少なくて、
そのメンテナンスのところしっかりしてないから短期的にも反対だしっていう話題が通じてないですけどね。まあそういうところも含めて、まあちゃんと、なんだろうな、正確に現状を把握させるように、まあ家庭内でも話さなきゃいけないんじゃないのっていうふうに思いましたけどね。今日はですね、改めて、ユーストの方何人の方に聞いていただいてるんだろう。あ、全然か。で、ツイキャスはまあ見てご覧の通り、まあ1名と。日曜で、僕は学生を相手にする仕事をしてるんですけども、まあ基本的に学生向けの配信を意識してるんですね。で、まあ時期的に期末1週間前で聞いてる子も少ないのかなと思ったんですが、ちょっと仕事がですね、午後からあるものでして、普段はお昼過ぎの、少なくとも平日は12時半から1時半ぐらいの時間を狙ってピンポイントで、まあ砕けた話題を提供するんですが、まあそういうわけで今日はちょっと早めに配信できないのでお伝えしています。まあそんなところですね。特にあとはないんですよ。大井原発を見て思ったことをちょっと喋ろうかなと思っただけです。なので、まあテスト1週間前見てる子も少なくて、まあ人数が確保できないのはしょうがないかなと思ったんですけども。で、もう一つはですね、いつも通り、10時半とか、今日は10時半、できるかな。まあ、10時半とか11時頃から配信するようにしています。で、今日もすると思いますので、どうぞよろしくお願いします。で、内容はですね、まあ、僕の喋り方が、話し方が悪かったのか、昨日 TPP の話をしたんですよ。ただ、TPP って難しいといえば難しいんですよね。で、しょうもない、内容としては、まあ難しいというか、難しいんじゃないな。日本人のメンタリティそのものの弱点をつくような問題なんですよ。話題なんですよ。なので、日本人が、関心を持たない傾向になるっていうのもよくわかるんですね。で、要するにそこはアメリカのうまさですよ。交渉っていうところの。で、もう一つは、まあ、なんだろうな、その、あれ自体がしょうもないものだっていうことは、まあ中野武先生もおっしゃってましたけどね、そう、これから大事になるような話じゃないんですよね。制度として。あれ類似する枠組みっていうのが、そこまで大事なものかっていうと、まあ大して大事ではないでしょう。まあ、その辺の歴史的背景も含めて、ちょっとお伝えする必要があるんですが、いかんせん、まあ話がでかいっていうのと、まあなんだろうな、一過性のものだ。まあ一過性のものなんですけども、その本質をつかみきれたんじゃないままで、学生も大人も、まあ適当に流して、終わってしまってるんですよ。なので、昨日の配信もやってみたんですけど、全然人が来なくて、まあ、伝え方とか考えなきゃいけないのかなとは思うんですけど、まあ、不完全燃焼だったので、改めてちょっと丁寧に行こうかなと思ったんですけどね。まあ、そんな気持ちでございます。というわけで、もう少し丁寧に TPP の話題を、あえて取り上げようかなと思うんですが、来るかなというところですね。まあ、なので、話題のリクエストを募集しておりますし、で、もう一つは、別の話題を提供するかもしれません。わかりません、これは。まあ、とりあえずはそんなつもりでおります。で、あと一つ、注意事項として、
スマホ PC を持ってない学生にちょっと一言付け加えておくとですね、結局のところ、お金の問題だったら、入力がちょっとおかしいな。お金の問題だったらですよ、今、もう3万以下で買えますからね。そこそこの。まあ、今3万で買ったらコア2利用かな。さすがにインテル i3 は入ってないかな。でも、廉価 PC が3万円で買えますからね。で、それがあれば、ユーストでも、ツイキャスでも、まあ、ニコ生のタグでも、まあ、今後やるかわかりませんけど、見れますからね。やっぱり、そっちの方がいいと思いますよ。で、そっちの方がいいっていうか、いや、ないから聞けないとか、あるいは、まあ、これは僕の仕事と関係があるところですけども、クラソンクラウドの方をご利用の検討されている方でも端末がない、あるいは家族と共用ということであれば、そっちだと、インテル i5 以上入ってる5万ぐらい、5万以上のものが理想なんですけど、でも、それにしてもそんなものですから、やっぱり PC 買った方がいいですよ。で、スマートフォンにするとお金がかかるということであれば、まあそういうことですよね。で、持たせてもらえない。で、スマホだと、月々のその引き落とされる額があるから、まあちょっと渋い顔すると。でも、かもしれない。でも、PC であれば家で、つなげばいいですからね。写真を編集だけにすべく。だったらまあ、嫌なら、廉価 PC 嫌だったらまあ5万ぐらいの。ものを買うべきでしょうね。まあそういうところですよね。まあウルトラブックはやっぱり5万じゃきついかな。現状で。写真を編集できるってなると、まあ i5 は欲しいですよね。まあそういうところですね。まあそういうわけでございまして、まあできるだけ多くの学生皆さんに聞いていただきたいなと思いますし、必ずしも勉強ができる学生さんが、あるいは頭で考える学生さんが必要性を感じたとしても持ってないのが現状ですよね。まあこの辺も、まあ、レベルが低いですよね。日本の教育のデジタル化ってところで。まあ、警告というところで。ちょっと調べようかな、学生さんのために。パソコン、i3 入ってるもの、なんか、安めのであるかな。どれどれ。ノートパソコンで。で、あるいはデスクトップでいいんだったら、もうちょっと下がるのかな。ああ、でも高いもん高いな。ダメですね。じゃあノートの方見てみましょうか。デスクトップじゃなくてノート。まあ、それはどっちかですよ。かかるもんはかかりますからね。まあ、ちゃんと親に伝えるべきですよね。まあ、必要なんだから、買えということを言うべきですよね。家が欲しい、でも500万で買いたいなんて無理ですよ。それと同じことですよね。そうだな。i5 で。まあ、やっぱり、安いやつでも、レノボの ThinkPad でも、まあ、4万5千円はしますよね。まあ、しょうがないですよ。
このぐらいの出費はかかりますよ。それが今、4万5千ぐらいの見つけましたけど、これ今、今出てるモデルだな。でもこれぐらいかかりますよ。i5 だったら。スペック的には他のはどうだ？メモリが4ギガで、ハードディスクは500ギガ、液晶14。14インチだからまあそれなりには見やすい。デスクトップと比べたらやっぱり使いづらいですけどね。でもまあ十分な内容でしょう。で、もしあれだったらメモリ増やして、まあ今だったら8ギガぐらいあってもいいし、メモリ安いから、そのぐらいの使うといいんじゃないですか。まあそんなところですね。はい。まあ11位も回りましたもので、まあ僕は僕で、ちょっと自分の仕事と、まあちょっと準備をしようと思いますので、で、また、面白いと思っていただけましたら、リツイートなりしていただけるとありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ、とりあえず、そんなところですね。そろそろ開きにしたいと思います。また夜の方、よろしくお願いします。クラスオンクラウドの鈴木でした。